4月11日水曜日、エスパルス VS ビバーレン長崎。まあ1年間やっぱ岡山行って本当に走る、戦う、本当に目の前の1対1へのこだわりとかそういう基本的な部分をもう一度見つめ直させてもらえて、やっぱそういうところがタフになって、帰ってくることができたのかなっていうのは思っていて、本当に、まあ、岡山にすごい感謝してますし、まあ、その分ここでやっぱ結果を出さないとっていう気持ちで帰ってきました。まあ、今年の目標が全部の試合に出ることっていうのを決めてスタートしたんで、まあ、怪我はちょっと悔しかったし、まあ、本当に始まってすぐでもあったんで、ここからチームと共にっていう気持ちを持ってた中だったんで非常に残念でしたけど、まあ、でも、まあ、今も怪我も良くなったし、また外からチームを見てて、まあ、いろいろ思うこともあったので、そこをまた自分がピッチに立ってチームが良くなる方に、自分が引っ張っていければなって今は思ってますね。やっぱ非常にサッカーに対して前向きにそういう姿勢が、チームから感じるようになったし、まあ、自分もその波にしっかり乗っかってもっといい選手になるっていうのを、やっていきたいなと思ってますし、まあ、本当にチームの雰囲気がこうなんていうんですかね、ネガティブじゃなくてポジティブにポジティブにっていう練習への取り組みもそうだし、自分の体を気遣うところでもそうだし、すごいいい雰囲気になってるなっていうのは感じます。まあ、もちろんエスパルスのためにっていうところが一番ですし、まあ、日頃の練習からも自分がもっといい選手になりたいっていう気持ちを常に持ってますし、まあ本当に高卒の選手からしたらもう自分もだいぶ年上の選手になると思うし、まあ、もう若くもないんで、まあ下の選手からはこうなんていうんですか、自分を見て何か感じてもらえたらいいなと思うし、自分もまだまだですけど、もっともっと上の選手から学ぶこともあるだろうし、本当にこういろんな、ちょうどこう中堅ぐらいになってきて中間のポジションにいるんで、上の選手を見たり下の選手からどう見られたいとかっていうところも意識してやれればいいかなと思います。4月11日水曜日、エスパルス VS ビバーレン長崎。連戦で勝ち点を積み重ねていくっていうことの大切さだったり、まあ、そのために体のコンディションのケアだったりっていうのは非常に大切な、時期だと思うし、まあ、その中でどんだけ走れるか、どんだけ戦えるかっていうところが、まあ、自分のこう1年間岡山でやってきたことをどんだけ示せるかだと思うし、まあ、それができたチームが多分この連戦勝ち抜いていくと思うから、まあ、自分もそうですけどチーム一丸となって、まあ体的にきついかもしれないけど、どんどん走って戦ってっていう部分を前面に出していきたいなと思います。まあ、サイドをやってるんで、まあ、もちろん張った時はドリブルで仕掛けたりとか、まあ、そういうところになってきますけど、やっぱコーとの、自分の兼ね合いっていうのを見ると、やっぱコーの突破力を生かす、自分のこう相手の間でボール触るっていう良さを生かすには、やっぱタイミングよく相手のボランチとサイドハーフとサイドバックとセンターバックの間にこううまくポジションを取ることが一番大事だと思うし、そこで攻撃スピードアップさせたり、まあ時間帯とかよってはそこで一回ボールを落ち着かせたりとか、そういうところを一番求められているのかなと思うし、まあ左やってるんで切り込んでってからのシュートっていうのもあると思うんで、まあ、そこも出していきたいなと思ってます。そうですね、本当になかなかホームで勝てないって、まあ、言われてますけど、まあしっかりやっぱホームで勝つことの大切さっていうのは勝ち点3以上のものでもあると思うし、そこでやっぱ波に乗れたりサポーターの方も喜んでもらえたりっていうところにもなってくるんで、しっかり勝てるように、勝ち切れるようにやりたいなと思います。去年1年間岡山で学んできたことを前面に出して、しっかりチームの勝利に貢献できるように走り抜くし戦い抜きたいと思います。ぜひスタジアムに来て皆さんでホームの勝利を喜び合いましょう。4月11日水曜日、エスパルス VS ビバーレン長崎。